エディ・パルミエリエディ、パルミエリはニューヨークサウスブロンクス出身のラテンジャズ及びサルサミュージシャン。ハードラテンというスタイルを築いた人物でもある。ニューヨーク市のブロンクス地区生まれ。両親はイタリア系、プエルトリコ系移民。兄であるチャーリー・パルミエリと8歳からピアノを始める。ラテンミュージシャンの兄からの影響も強い。15歳になると自己バンドを 地元ブロンクスの仲間と共に結成。19歳でプロのピアニストとなり、20歳からはキットロドリゲスとニューヨークラテンのシーンに登場する。ロドリゲスの元を離れると、トロンボーン奏者のホセロドリゲスやバリー・ロジャースと自己バンドラペル・フェクタを結成して、ラペル・フェクタシリーズを発表。ジャズ界の JJ ・ジョンソンとカウィンディングによるトロンボーンコンビからの影響も強く、 サルサミュージックのパイオニアとなり、また、後継のウィリー・コローン等に強い影響を及ぼした。1960年代半ばからは、ジョン・コルト・レインや、マッコイ・タイナー、セロニアス・モンク等からの影響も強くなり、ジャズにも傾倒し、独自のピアノスタイルを築き上げていった。1974年発表の、ザ・サン・オブ・ラテン・ミュージックで1975年度第18回、グラミーの 最優秀ラテンレコーディング賞を獲得。1984年発表のパロパスカルルンバ、1985年発表のセレト、1987年発表のラベルダも、ついでグラミー賞を受賞した。1988年に兄チャーリーが死去した後は、アフロキューバンオクテットを結成し、世界各地のジャズフェスティバルなどに出演した。 1992年発表のスエニオでは、ジャズフュージョン界のデイビッド・サンボーンやマイク・スターンとも共演した。また同年には来日公演をしている。2000年には、キト・プエンテとの共作、マスター・ピース・オブ・ラ・マエストラを発表、グラミー賞を受賞した。2002年には、自身の作品をセルフカバーしたラペル・フェクト2を発表し、同年に10年ぶりとなる来日公演を果たした。 2005年は音楽生活50周年記念を迎えるものであり、記念アルバムリッスンヒアを発表。このアルバムにはマイケル・ブレッカー、ジョン・スコフィールド、クリスチャン・マクブライドらが参加し、このアルバムは2006年にグラミー賞を受賞した。2005年にも来日公演をした。ありがとうございます。